チンタオビールは1903年に中国産東省チンタオで製造が始まったビールのブランド。中国で最も古いビールの一つである。メーカーの正式名称はアオシュ古墳有限講師。チンタオシュ古墳有限講師の社長は孫明派。現在、上海証券取引所と香港証券取引所に上場。チンタオは1898年より、 ドイツの咀嚼地となり、咀嚼地経営の一環としての産業振興策として、ビール生産の技術移転を行った。1903年ドイツの投資家がこの地でのビール製造を開始を期して、秘密萬志公チンタを古墳公子を起こす。ドイツのビール醸造技術を採用した。1914年第一次世界大戦で、日本がドイツ圏域であったチンタを占領し、 戦後の講和条約である1919 19年のベルサイユ条約でドイツからチンタオの咀嚼権等を引き継ぐことを認められる。これらの諸権益の引き継ぎを受け、その一つであったチンタオビールも日本の大日本ビールが買収し、経営を行うこととなった。大日本ビールは設備を拡大して、この工場で札幌ビールと朝日ビールの製造も行った。なおその後、 1922年の三島カン条約によって三島半島にかかる日本側の諸権駅は中華民国に返還されるが、チンタオビールの経営は引き続き大日本ビールが行った。1945年の日本の敗戦によってチンタオビールの経営権は中国側に完全に接収され、中華民国及び中華人民共和国の国営企業による経営が行われた。 1993年には中国の国営企業として初めて香港一株市場に上場する。その後、改革開放路線の進展に伴い民営化された。1999年から大日本ビールの後ろ身であるアサヒビールと新鮮に合弁企業、新鮮賃貸酒アサヒ有限講師を設立し、中国国内向けスーパードライの現地生産。 出荷を行っている。一方で日本向けにはチンタオビールを出荷していたが2009年3月の出荷をもって終了した。その後は日本ビールがまた2014年からは池光エンタープライズが輸入している。2002年にアメリカのアンハイザーブッシュと戦略的提携を締結しアンハイザーブッシュは発行済み株式の約27%を取得した。 ただし2009年1月にアンハイザー、ブッシュインベブの保有する株式の大半をアサヒビールが取得しており、出資関係という点で見るとアサヒビールとの関係が強化されている。2012年にはサントリーと中国における合弁会社設立で合意し、2013年より上海及びチャンス省におけるサントクリ、チンタを両ブランドのビールの販売を行っていたが、 中国の景気減速から2015年10月に合弁を解消。ただしそれ以後もライセンス供与を受ける形で、サントクリブランドのビールの生産、販売を続けている。現在では、中国国内占有率は12.5%、販売量298万トンであり、世界50カ国以上で販売されているグローバルなビールブランドとなっている。 2017年にはケニアでの販売を開始して、世界100カ国、地域への輸出を達成した。チンタオビール会社が、チンタオの東郊外の山のふもとにある工場で、製造するビールは、サンビールと称して、中国国内で広く販売されている。チンタオでは毎年8月第2週に、チンタオ国際ビール祭が開催されており、文化イベントなど様々な催しが行われる。 2008年開催の北京オリンピックのローカルスポンサーであった。2020年まで AFC チャンピオンズリーグの公式スポンサーである。ありがとうございます。